それで今日もう一つ大事なことはですね、この簡約階段行列が存在することのに加えて、それが一時的に存在するという一時性について説明しておきます。つまり簡約階段行列、ある行列が与えられると、その簡約階段行列に変形したやつっていうのはただ一通り定まるということですね。定理 2.2 読みます と、 教科書ですと39ページの下の方にありますけれども、M 行 N 列の行列 A に対してある正則行列 P1 と P2 が存在して、A×P1 が B、A×P2 が C がともに簡約階段行列になるときには、実はこの B と C は等しいんですよと。だからその A を、この行列 A をですね、簡約階段行列に変形したら、その形っていうのはただ一通り定まるというのが、この定理の主張です。で、一応ですね、多分皆さんにとっては、この簡約階段行列は計算できることが、一番大事なことだと思うので、授業の内容としては先ほどの計算法の定理を理解してもらうというのが一番大事だと思うんですね。で、一時性に関してはちょっと証明は難しいところもあるので、多分ちょっと一回の説明ではちょっと理解しがたいところがあるかもしれませんが、少なくともこの一時性が成り立つっていうことだけは押さえておいてください。すなわち簡約階段行列にしたらそれはただ一通り定まるから、例えばある行列を簡約階段行列に変形せよっていう演習問題出されて、自分がやった計算結果と友達がやった計算結果が異なれば、それはどっちかが間違っている可能性があるということですね。2人とも間違っている可能性もあるかもしれませんけども、正しく計算できていれば、2人とも同じ形に変形できるはずですので、それは覚えておいてください。で、今回の証明は、一応こういう一時性の証明っていうのは、こういうふうにやるんですよっていうことを、ちょっとある意味デモンストレーションとして、見せますので、なかなかすぐには理解しにくい面もあるかもしれませんが、一応こういう形で証明する数学の定理を証明するっていうのをちょっと見ておいてください。で、証明はですね、この帰納法で行います。これは列数に関する帰納法ですね。だから A の行列がですね、 A が1列の時から示していきます。まず A の行列が1列の時は、この A の簡約階段行列っていうのはこういうゼロベクトル、もしくは第1行が1の基本ベクトルのみになりますので、これで証明は OK ということになるわけですね。で、今度、帰納法として、N 列以下のですね、すべての行列に対して、定理が成り立つと仮定して、で、その上で、今度は N プラス1列の行列でも、生成が成り立つということをこれから示していきます。で、まずですね、ここで、A に P1 をかけて B になりました。それから、また別に A に P2 をかけて C になりました。で、B と C はどちらも簡約階段行列ですよっていう仮定を置いておきます。で、そこで、まず、この B と C の第1列から第 N 列までは、帰納法の仮定から一致しているとすることにします。すなわち、N 列まではこの定理が成り立つというふうに仮定していたので、だから、これ今 N プラス1列の変形したんですけれども、その B と C、変形した行列 B と C の1列から第 N 列までは一致していると仮定して話を進めます。で、ここでいくつか場合分けをします。まず、第1列から第 N 列までにも、の中で、どの行の先頭列にもなっていない列がある場合ですね。これどういうことを言ってるかっていうと、先頭列っていうのはこの階段の段々になっている列ですね。段々になってない列というのはこんなふうに、このある段と次の段の間のこの真ん中にこういう、平らの部分、こういう要素があったとしましょう。で、この場合には、この部分を取り除いて考えなさいと。で、取り除いて考えてしまえば、この列数がですね、N 以下になりますから、そうすると残りの部分も一致するでしょうということで、まず、一通りはこういう場合分けが、により証明ができます。じゃあ、次ですね、残ったケースとしては、その B と C の第 N 列までは、こういう基本行列の階段になっていて、で、第 N プラス1列だけが
等しいかどうかわからないという状況を考えます。で、そして今ですね、その場合分けの中で、B と C の第 N プラス1列がともに ある行の先頭列の場合ですね、その場合にはもうそれは第 N プラス1行しかないですので、この時はもう自動的に、B と C が等しいということが決まってしまいます。もう一度言うと、N プラス1列も先頭列だったらもうそれはN プラス1行しかないということで、この場合は B と C が等しいということが自動的に決まってしまいます。で、最後はですね、この B と C の第 N プラス1列が、どの先頭列でもない場合ですね。で、そういう時を証明しなければならないんですけれども、ここでその B と C は、こういう形をしているものと考えましょう。例えば B はですね、第 N プラス1列は先頭列じゃないですので、第 N 行の成分はあるかもしれないけど、N プラス1行の成分は0だと。N プラス1行から下は全部0っていうふうに、こう、置いて良いということにします。で、いちいちこういう形で書くのは面倒ですから、ここで前回の授業で説明したブロック分割の書き方が有効なんですけれども、この左上のブロックは、N 字の単位行列ですよと。それから、この下のブロックですね。この下のブロックは0行列。それから、この第 N プラス1列に関しては、この第1行から第 N 行に関まではこの V というベクトルで表されるような成分で、その下は0ベクトルみたいな感じですね。0行列でもいいんですけど、こういう形で表されるとします。で、一方で、C の方はですね、これから証明するので、まだこの中身、この第 N プラス1列の中身は分からないものとしておきます。すなわち、上の部分は U としておきますね。一応この V と U が等しいかどうかは分からない。まだ分からないと。それから、下の部分はこんなふうに、ペケペケペケっていうなんか成分があるということにしておいて、0ではない、0かどうかは分からないということにしておきます。で、これからの証明は結果的に、この U の C のですね、この U の方は B の V の方に等しいし、あと、この下の方のペケペケの成分はこれ全部ゼロに等しいということをこれから示していきます。で、まず今こういうふうにこう C の方はちょっと構造がわからないように置いておくと。で、次に何をやるかというと、その C、行列 C からですね、無理やり頑張って行列 B への変形を行うことを考えます。で、どういうふうにやるかっていうと、今 B がですね、P1×A で C は P2×A でしたので、この C イコール P2A、この間に無理やり P2 と A の間にですね、P1 の逆行列かける P1 っていうのを挟み込んでしまいます。で、これなんでこういうことしていいかっていうと、P1 の逆行列かける P1 っていうのは単位行列なんですね、結果的には。だから、何もしてないのと一緒なんですね、全部こう、計算結果としては。でも、形式的には、こういう掛け算をやっても、掛け算、行列の掛け算の、結合法則から、結果は変わらないということなんで、わざわざこういうことをやると。で、なんでこういうことをやるかっていうと、この P1×A っていうのがここに現れますから、これを B と置いてしまうんですね。で、それで、この B に対して、なんかある変形を行った結果を、C というふうに C で表したということにしましょうと。いうことで、この P2×P1 のインバースっていう行列を P というふうに置いてしまいます。で、これでその B からですね、この C に対して何かある変形を行ったこういう関係式を表すと。で、この P をですね、ブロック分割でこんなふうに置いておきます。そして、この P をですね、実際に B にかけます。B はこういう形をしました。で、これに対してちょうど掛け算がうまく定義されるようなブロック分割の行列をかけておいて、で、これが C に等しいんですね。C に等しいんですね。これに等しいと。で、一方で、この B に P をかけた形っていうのはどういうふうになっているかっていうと、こういう形になっています。左側は P11 と P21 がそのまま残って、右側はこの P11V と P21V になりますよっていうのは、この形、この掛け算から分かるんですね。で、一方でこれは C に等しいから、C はこういう形をしていると。で、ここの2つの行列のこう、成分を比べてみると、まず、左上の成分、ブロック比べてみると、この P11 っていうのは実は、EN、単位行列です。とがわかるわけですね。で、それから、
この U と、この U とですね、この PH1V っていうのを比べてみると、先ほどの、ついさっきの話から PH1 は単位行列でしたから、これ、単位行列かける V なんで、実は U は V です、に等しいですよってことが言えます。そして、下のブロック見てみますと、P21 っていうのは実は0行列に等しいと、0のブロックに等しいということが言えます。で最後、この右下のブロックは P21×V が F に等しいんですけれども、今 P21 は 0行列だということを言ってましたので、P21×V も0に等しいと。ゆえにこの F は0ですよということだったわけです。ということでちょっと戻ってみると、この U っていう部分が実は V に等しいですよっていうのが分かって、この F っていうこの部分ですね。この F っていう部分も、この000に等しいことが分かったと。ということで結果として、この B と C は等しいということが、まあ、言えるというわけです。で、いうことで、簡約階段行列っていうのは、ただ一通りに定まるということが、まあ、これで示されたことになります。ここまでいいでしょうか。多分、多くの人にとってはこの説明かなり早いかもしれないので、ぜひまたですね、後で今日の内容を振り返ってみてください。一応、毎回授業の録画も公開してますので、分からない、説明聞こうとしたとか分からないというところは、授業の録画を巻き戻せば見ることができます。それからと、定理 2.3 ですね、これ、教科書の41ページにありますけれども、行列 A が正則であることの必要十分条件として、まあ、行列 A が有限個の基本行列の積でこう表せるということも言えます。ちょっと今日は時間の都合で証明は省略しますけれども、こういう事実だけはですね、確認しておいてください。はい。それからですね、一点注意なんですが、この正則行列を基本行列の積で表す際に、その表し方は一般には一時的でないという点に注意してください。だから簡約階段行列に変えればそれは一時的なんだけども、その変える途中の変え方っていうのはいろいろな変え方があるから、その積の表し方は一時的ではないという点に注意しておいてください。はい、それからと、2.2 節ですね、逆行列の計算というのがあります。で、これはですね、まず列ブロックを並べた行列っていうのを定義しておくんですが、これを A を M 行 N 列、それから B を M 行 N 列のときに、この行列をですね、A を左側、B を右側に並べてできる行列を、こんなふうに A 縦棒 B という形でこう表すことにします。で、この列ブロックを並べたその行列の逆行列の計算なんですけれども、もし元の行列 A が正則であるならば、この A とですね、単位行列を並べるんですね。そしてこれに対して行変形を行って、この A だった部分が単位行列になって、で単位行列だった分が B になりましたということになると、実はこの B がA の逆行列になるという事実があります。で、これは、証明はざっと書きましたけれども、結局、この行変形を行ったこの操作っていうのが、この A を単位行列にする行変形というのは、結局この A の逆行列をかけていることになりますから、そうすると A の逆行列をかけて、右側が B になったということは、これは実は A 単位行列に A の逆行列をかけたことで、B は A の逆行列だということが言えます。詳しくは、これは演習の授業で扱ってもらうことにしますので、演習の授業の方で実際の計算などを行ってほしいと思います。はい、というわけで今回のまとめです。今回は正則行列について説明をしました。それから、連立次方程式と行列ということで、行列の基本変形ですね。特に、すべての行列は簡約階段行列に変形できるっていう性質について説明しました。それから、あと、逆行列の計算方法について紹介しました。で、次回の内容ですけれども、次回はですね、第 2.3 節ですね、教科書だと第 2.3 節の、連立一次方程式の解法について行います。
内容としてはこういった内容がありますので、一応ここもですね、これからいろんなところで使う、大事な部分ですので、必要に応じてぜひ予習もしておいてください。以上で今回の講義は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。